杉坂建築事務所のですね、杉坂建築事務所っていうのは、世田谷でですね、木造一筋60年ですね、地味にこうやってきた会社なんですね。皆さんご存知かどうか分かりませんけど、まあ、創設者杉坂智夫といいまして、ずっとですね、木造の創設期からですね、ずっとフロンティアで、木造の分を切り開いてきた人なんですね。だけど、まあ、なんか雑誌に発表したりとか、まあ、当時っていうのは、まあ、そういうマスメディアもなかったんですけど、まあ雑誌に出したりとか、メディアに出たりっていうことが、まあ、嫌いっていうわけじゃないんでしょうけど、まあ、面倒くさいっていうか、まあ、そういう人だったもんですから、資料はこう倉庫にどさっとあるんだけど、それを誰もこう整理してないので、一体何をやってきたかっていうことが